こんにちは、アンです。今日はこれ、ミレーのプロライターサミット28リッターです。これをご案内したいと思います。このミレーのプロライターサミットは、まあ、ベースキャンプから山頂へ向かっていくっていうのを主に考慮して開発されたって言われてますけども、非常に軽いんですよ。これは28リッターで、このロールトップっていうね、この上の部分にこう特徴があって、これをね、しまうときはくるくるっとこう巻いて、ここでね、こうパチンと止めることによって、上をしまうんですが、これがね、余裕がありまして、28プラス10リッターくらいまで入る。だから、実質は無理をすればっていうかね、入れればね、38リッターまで入る。そういう感じです。38リッター入って、850グラムは、まあ、軽い方じゃないかなと思います。で、この、ハニカムナイロンっていうナイロンが使われてるんですけど、とてもこう引き裂きに強くて軽いんですね。はい。それでね、僕はこれの18リッターっていうのをもう1年前から使ってるんですけど、汚れがね、すごくつきづらいですよ。このハニカムナイロン、汚れがつきづらくて、やっぱり丈夫でね、裂けたりね、しませんね。はい。まあ、今のところですけど、これ切っておきます。まあ、特徴としては、ここに FPP エルゴっていうのがあって、こう、アイスワックスなんかをね、2本。僕らはね、アイスワックスっていうのは使いませんので、こういうピッケルは使いますけどね。ピッケルをこう、ピッケルをこう取り付けて使える。ね。で、もう一個は、スノースコップね。こういう感じで取り付けたりできますね。この背面はエクストライターバッグっていう名前がついていて、ザックにね、直接縫い込められていて、そのこういうクッションとね、で、このコアで中が空間になっていて、汗とか蒸れが出ないようになってまして、これは1年ぐらい使っててね、確かにね、背中にはね、すごくフィットするし、ね、べったりする感じもないので、まあいいんじゃないかなって思ってます。28リッターの場合はこのウエストベルトがね、ちょっと18リッターよりもね、大きくなっていて、で、これが取り外しもできるようになってますね。こういう感じで外せるようになってます。ただね、これ重い荷物を入れた時にはちょっとね、弱い感じ、まあちょっと貧弱なね、感じがしないでもないですね。まあやってみないとわからないですけど、ちょっとこれではね、少し重い場合どうかなっていう感じはしますね。フロントにはチャック付きのポケット、チャック付きのポケットがあって、中は貴重品とか入れられるこういうメッシュの、ね、ポケットも付いてます。ただね、深さが15センチくらいしか、だいたいほらここまでしかないので、そんなにここにはたくさん入れられるっていう感じではないですね。サイドはこの右側にはこういうチャック付きの、ストレッチメッシュのポケットになってます。で、チャック付き右側サイド、そして左側サイドはチャックなしのストレッチポケットになってますね。こういう感じ。はい。
まあ、これはこちら側に、ね、ナルゲンとかの水を入れて、こっちは、まあ、落としたら困るなみたいな、そういうのを入れるといいっていう、そんな感じでしょうか。ウエストベルトはさっきのように取り外しが効くんですが、片っぽには何もついてなくて、片っぽには小さいポッケがついてますね。ポッケ、まあ小物とかね、僕なんかよく飴とかね、そういうの入れたりするんですけど、そういうのにはまあいいかもしれません。このサイドのコンプレッションベルトがついて、コンプレッションベルトこのサイドについてて、これはねスキーとかつけられるっていうふうに言ってますけど、まあ比較的長いんで、転泊の時のスリーピングマットもつけられるぐらいの感じはありますね。例えばこれちょっとつけてみるかな、まあ十分、はい、こういうふうにスリーピングマットも十分つけられる。まあ一般的にはスキーをね、こうサイド両サイドにつけるっていう使い方が多いみたいですけど、転泊の時はこういうスリーピングマットの厚いものも止められますね。中は、一気室になってて、まあずっとそこの方まで一気室でね。それで、フロントの部分に、こういう感じでね。やはりチャック付きのポッケが一つ。もうね、やはりこれもね、深さが10センチぐらいなんでね、そんなにたくさんのものは入れられないっていう感じだな。あと、ハイドレーション用のポケットが、ここ。奥にハイドレーション用のポケットが入っていて、クロスに背骨が、セラミックの背骨がクロスについてますね。これは取れないね。クロスの背骨は、まあちょっと背負ってみないとわからないけど、まあバウンド、うまく背中にフィットするようにできてるんではないかな。で、トップはロール、さっきも言ったように、ロールトップで、チャックがついてて、こうしてくる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 っとね、丸めて、荷物をね、プレスできるようになってるんですけど、最後にね、こういうハーネスがついてる、こういうふうに、ね、ハーネスがついてるんですよ。これ、上にロープをつけて、で、このハーネスで止めるっていう感じになっていて、かなりね、長さに余裕がありますよ。なので、外を上にこう積んでね、これ緩めると、このぐらいの、もっとあるね。このぐらいのね、トップにあるので、これでギュッて絞って、結構ロープをね、持ったりするようにできてるようですよ。まあ、普段使わないときは、ここを丸めて、このぐらいですね、丸めて、ピッ。はい、こうやってテープで留めておけるようになってますね。で、ね、ここがこういう金具になってるんで、金具でここにつけたり留めたりできるようになってます。はい、まあ、それではね、これにね、どれぐらい入るか、ちょっとね、冬の転泊装備っていうのを用意してみましたので、入るかどうか、ちょっと実験してみます。楽しみにしていてください。
冬の天白装備を、並べてみました。はい、まずはスリーピングマット、そしてテント、アイゼン、お尻の下に敷くシート、ロープ、これはロバーツのマイナス5度対応の寝袋、手袋の替えが2つと本手袋、バラクラバ、今日ナルゲンボトルをね忘れてしまったんでね、これ1リッター入る、ポットです。それとコンロですね、コンロとガスカートリッジ、お鍋で、これがピッケルに、スノースコップ、これがねコーヒーとか飴とか、あと非常食を入れているものですね。それにここに隠れてますけどライト、そしてこれがヘルメットね。で食事はこの中に、詰めたね、一泊分の食事を詰めてあります。ファーストエイドキット、僕はねファーストエイドキットにはサランラップを必ず入れます。これはねとても重宝するんですね。はい、そして寒い時用のダウンベスト、ライトダウンベスト、それに、ハードシェルとフリースが、1枚ずつと TSL のスノーシューですね。ではこれらをさっきのプロライターサミット28リッターに詰めてみたいと思います。全部入るかな、どうだろう。なんとかね装備できたみたいですよ。こんな感じになりましたけど、シェルとねフリースは、シェルとフリースは着ていくということで、あとグローブですね、これは入れませんでした。スリーピングバッグとかテント、そしてロープ、ヘルメット、スノーシューね、後ろはこういう感じ、こういう感じになりました。ちょっと重さを測ってみますね。こういう感じになりましたよ。重さを測ってみます。ゼロ。1.303 ですね。冬の装備がなんとかかんとかつけられたっていう感じですね。しょってみました。やはりね、天白ぐらいの装備の重さ、さっき 12.3キロ12.3キロだったかな、 12.3 キロぐらいになるとウエストベルトがやっぱりちょっとこう弱くて、うん、ちょっと貧弱な感じがするぐらいですね。まあこれでね、しばらく歩いてみないと何とも言えないんですが、31日は大菩薩嶺の開山荘、そして1日は雲取山の山上乗りにポンちゃんがこのリュックを背負って行きますので、その時の様子をまた実際のレビューで撮ってみたいなと思います。